エレフテリオス・アントニスは、オーストラリアとギリシャのサッカー選手。オーストラリア代表。ポジションは MF。シドニー郊外のバンクスタウンで生まれた。10歳の時にセブンネットワークのテレビ番組である、トゥデイトナイトのサッカーの才能の大会で優勝。マドリードに渡って、自身のトレーニングスキル DVD を、デビット・ベッカムと作るという経験をし、注目の振動となった。 審査員を務めたフランク・ファリーナもリフティングがとてもうまい。潰れたボールですら落とすことなくリフティングしていたのは印象的だった。と述べた。このリフティング能力を買われてアディダスがスポンサーについた。アレックス・ストビンも見たことある中でも指折りの才能と述べ、ティム・ケイヒルやブレッド・ホルマンの後継者になるだろうと述べた。クラブの経歴としては 地元バンクスタウンのセントクリストファー SC でサッカーを、はじめ、シドニーオリンピック FC、マルコーニスタリオンズ FC に移籍した。14歳の時には、エバートン FC と5年契約を締結したが、18歳以下の国際移籍禁止条項に反したため、国際サッカー連盟によって、この契約は抹消された。2010年、シドニー FC 時代2010年6月22日の、 新善試合で16歳ながら、選手初出場。7月5日に3年契約を交わして、プロとなった。公式戦初出場は9月11日となった。シドニー FC と契約した後も、エバートンのみならず、インテルナツィオナーレミラのオリンピックマルセイへも移籍の噂があった。噂の理由として大きかったのは、エバートンと代表のエースであるティム・ケイヒルと進行が、 あることであったが、2010年7月10日に、シドニー FC とエバートンが、親善試合を行った際にはカメラマンが25人も、つくなど、大きく騒がれた。2012年2月に、シドニー FC と3年の契約を更新し、このクラブにいられて幸せだと述べた。しかし、同年4月に、ブンデスリーガのボルシア・メンヒエングラートバッファの、トライアルに参加。 ロマン・ノイシュテッターの代役候補として名が上がったが、移籍とはならなかった。2012から13シーズン終了後も FC、ユトレヒトからトライアルへの参加要請が来たが、セリエ A のパルマ FC が、違約金を積んで4年契約を用意していたため、断った。しかしパルマへの移籍は結局実現せず、シドニー FC に残留した。2013年2月16日に、 プロ初得点を記録。その5体の筋肉を断裂し9ヶ月の離脱を余儀なくされ、海外移籍へ影響を及ぼした。2014年2月に先列復帰し、その試合で得点を挙げた。21歳になった、彼には50万ドルでパッチテッサロ2期に移籍するとの報道が出た。パッチのテクニカルディレクターであるフランク・アルネセンは、血筋的な祖国であるギリシャでタイトルをもたらして、 くれるだろうと期待感を寄せるコメントをメディアに発表した。2015年12月3日にキペロエラーダスで64分にエアリゴヤサに代わって途中出場し移籍後初出場。ギリシャスーパーリーグでは2016年2月21日にギアンニスミスタキリスに代わって途中出場し初出場となった。しかしパッチのレギュラーに割って入ることはできず。 ゲオルギオス・ゲオルギアディスが率いるベリア FC に期限付き移籍となり2016年8月31日に1年の期間での加入が決まった10月16日の試合でシシーニョに代わって途中出場し移籍後初出場となったがこの試合以外では出場できなかったベリアでもレギュラーを確保できなかった彼は半年で期限付き移籍を打ち切られ半年の契約で ウェスタンシドニー・ワンダラーズ FC に期限付き移籍先を変更した。2017年1月28日の試合で、ミッチ・ニコルズと交代で77分に投入され、移籍後初出場。もはやパッチの戦力として考えられていなかった彼は、2017年7月8日にエールディビジの BBB、フェンドーに2年契約で完全移籍。カップ戦では出場したものの、 リーグ戦では、ベンチとベンチ外を行き来し、結局、エールディビジで出場することなく2018年1月3日に退団した。無所属となった、彼はメルボルンビクトリー FC に2年半契約で加入。2019年夏に K リーグのスイバラサムスン、ブルーウィングスに移籍。同年は半年で11試合に出場し、海外で初めて戦力となった。2013年、 U-20 代表にて代表は一貫して、オーストラリア代表を選択。2012年12月3日に行われた、アフ東アジアカップ2013予選、香港代表戦で代表初出場を記録した。その後、AFC アジアカップ2015のメンバーにも選出されたが、同大会で出場することはなかった。2015年12月23日には、 ロンドンオリンピック予選のメンバーに選出された。中盤であれば、どの役割でもこなせる、ユーティリティプレイヤーであるが、ボランチに配置して長いパースレンジを活かして、プレーを作る役割に一番長けている。ギリシャ系オーストラリア人であり、オーストラリアとギリシャ両方のパスポートを有している。ありがとうございます。